皆さんおはようございます。d r いたです。今日は、まあ、つ、さ、ついさっきテレビ放送した池田の話します。確かに、山形のミニデパートといえば、唯一のミニデパート、池田、池田、南銀座にあります。あの、服、本当にすごいですね。まあ、従業員の平均年齢はなんと60以上と、本当にベテランばかりでございますね。はい。実は若い子いますね、29様。池田のあの、長男さんが、あの、事務を務めてますね、池田の。はい。 ほんま驚いたやん。はい。確かに介護施設での、あえー、出張販売もいいと思います。まあ出張販売もいいと思いますよ、私は。ぜひ、当時層でもぜひ出張販売できたらいいなと私は思います。確かに池田はいいものでございます。はい。確かに、要望としては、はい。テレビでご覧になった方も思いますね。はい。いや、ほんまにいいと思いますよ、池田。ぜひ来てみてください。多分上昇すると思いますね、はい。 まあ、昭和時代は本当に凄かったね。池田の歌、あの、写曲も凄いです。以上です。バイバイ。